木下ゆきなが3日、自身のインスタグラムにて、夫でお笑いコンビ藤は、A の、藤本こと、藤本敏史を、マジー、いいやつと絶賛するコメントを綴り反響を呼んでいる。同投稿で、水着姿でくつろぐ様子の自身のショットを公開した、木下は、仕事で朝から大阪に向かってるだに送りつけて、テレビ電話で出た瞬間顔が死んでたと藤本の様子を明かすと、続く、けて、楽しむ嫁に頼んしでねと書かれてて空いてて、よかったねとか自由にしてももんって言わないしとしふみまじ、いいやついいやつとしふみと、夫の優しい気遣いを絶賛。そして、でもやることやってから遊んでるしっていう自信もあるんだけどね、原文ママと妻としての自信を覗かせた。そんな夫婦の姿に、ファンからは、良い旦那。理想の夫婦です。フジモン、マジ器でかい男。最高の夫婦、ほんといい旦那様。心が素敵、フジモン優しい。ユッキーナもいい奥さん。憧れと憧れを抱く声も寄せられた、なお木下は、7月からアベマ TV で放送される、大人女子と年下男子による恋、愛模様を描いた恋愛リアリティショー、私の年下王子様に、MC として出演する。同番組は、フレッシュな年下の男子である、年下王子たちが、恋愛経験豊富な年上女、性にアプローチして、ときめきを与えられるかを実証する恋愛リアリティショー。第1回目の放送は7月14日夜10時から放送。木下ゆきな、22歳の頃のビキニ姿に反響、眉毛細、いつの時代も可愛いタレントの木下ゆきなが26日、自身のインスタグラムにて22歳の頃の写真を公開しファンの注目を集めた。アベマタイムズ恋の相手は、美少年大人女子の夢が叶うリアリティショー私の、年下王子様一無料のインターネットテレビは、アベマ TV、アベマ TV 美少年大人女子。こんなリアリティショーを待っていた。女性なら誰もが一度は憧れる年下男子との運命の恋。眠れる恋心を呼び覚ましてくれる年下王子はきっとここにいる。このアベマ TV。